フェリーで淡路島に渡りました。宿はファームステイゆるるさんに泊まりました。朝食のパンはとても美味しかったです。ヤギも飼っています。ハウスさん、すごい素敵なところでした。杉の無垢の板で作ってあるのですごい香りがいいです。イザナミの御事、イザナミの御事、最初に国海で作ったのがこの淡路島と言われております。この大きさ、岩楠神社。
ジソレーシャ。大倉神社、thank you。